本日無限パックのモレリア2ジャパンが解禁となりました。発売日は8月23日となります。では今回はね、このモレリア2ジャパンとモレリアネー4ジャパンを簡単に分かりやすく比較したいと思います。アッパーはどちらも同じカンガルーの皮を使ってます。そして大きな違いは中足部分が、モレリア2ジャパンはカンガルー革を中足部分にも使っていて、モレリアネオ4は前足部分だけカンガルー革、中足部分は人工革になります。そして足型も異なります。そして大きな違いはモレリアネオ4は外付けのヒールカウンターなんですが、モレリア2ジャパンはヒールカップが内蔵されています。ですので履き心地が異なります。アウトソールは土、人工芝、天然芝、どこでも使えるアウトソールになります。ただモレリア2ジャパンの方が土で使うときに安定感が高いかと思います。限定のモレリア2ジャパン、ぜひ皆さんユニオンスポーツ名古屋店で買いに来てください。